この感覚は何やら寒気が。我が胸の内で何かが開く。ならぬぞ。この扉を開けてはならぬ。ザビー教の時間です。お前も加わりなさい。洗礼名とかいらんよ。わしゃ胸しげなんだから。違うでしょう。お前はギャロップ立花です。そうです、我が君の言う通り。お前さんもわかるだろう。愛しかないんだよ、愛しか。北条殿、共に最後まで頑張ろう。負け続きの二人が手を合わせれば、負けが転じて勝ちとなる。バカだバカだとは思っていたが、ここまで果てないバカとは思わなかった。なんじゃなんじゃ、この若造どもが。ただの一度も勝とうとして何が悪い。我が輩の用意した手土産、きっと言いやすくも大喜びだよ。手土産？なんだそれは。松姉ちゃんを人質に取ったのはこいつだ。全ては徳川に取り入るための企みというわけだ。バレてしまっては仕方ない。さあ、一思いにやってくれたまえ。我が輩も一握りの土となろうじゃないか。どうする？どうと言われましても。おやおや、金吾さん、そんなにあの方が恐ろしいのですか？では私が代わりに命令を出しましょう。さあ、金吾さんを懲らしめてあげてください。すみません、ボーリジャバー、分からずにつもりなんてないです。金吾、貴様の役目を言ってみよう。あら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 、役目で言えぬのか。思い出しました、僕は困れず三成君に対する壁。金吾、その性根を叩き直してやる。拒否するなら死だ。ごめんなさい。ねえ君、天海様の出身って知らない？嵐の夜にふと天海様がやってきたんだ。